皆さんこんにちは、えー、本日はですね合格答案作成講座のその魅力と活用法、えー、これを語っていきます私は東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹ですよろしくお願い致しますあと別動画でね模擬講義編もあるのでそちらもぜひ合わせてご覧くださいじゃあこの合格答案作成講座って何か、えー、これですねまあ資料も合わせてご覧ください ここに書いているとおりますまレックの、まあ、予備試験とか法科大学院のコースって、ね、2年コースに基本になってて1年目が入門講座っていって知識のインプットをする講座で2年目の中心となる講座それがこの合格答案作成講座です。でね 司法試験も予備試験も担当論文あと予備試験の場合口述ってあるんだけど論文が一番難しいなのでこの論文をどう攻略するかが予備試験司法試験あるいはロースクール入試の鍵なんですねそのメインの論文をがっちり解説する講座になりますでここで載ってる問題はまず予備試験の全ての論文過去問、これ載ってますなのでこの講座を取るだけで予備試験の過去問全部論文はできるわけですよ でそれだけだと問題足りないんで旧司法試験の論文問題入っていますで民法の場合はね平成元年以降は8割近く網羅している、まあ、なかなかすごい講座ですあとロースクールの入試問題やレックオリジナル問題えこれらでほとんどの論点を網羅しておりますで豊富な問題量ですで実際ねこれは問題を解く講座なんですね で教材としては例えば民法だったらこの問題集っていうのをメインに使っていくわけですけどざっと見るとこれねもう85問あるわけですよで第一部が法科大学入試過去問とか九試の過去問とかを使ってこのようにまず問題がありますで大体1回の講義でね民法だったらまあ7問ぐらい進むことが多いんですけどあらかじめ皆さんに問題検討していただいて まあ回答例もついています。こうやって回答例をもとに講師がまあ書き方ですとか思考過程とかそういったものをしっかり解説していきます。で、法律には論点というものがあります。論点はある程度ね、例えば民法だと100個とか200個とかある論点をある程度知らなきゃ解けないんですけど、その論点の大体網羅している、すごい問題量があります。これ、魅力ですね。さらに少なくとも私の講義では 論文を解くきにどういう頭の働かせ方をして書いていくかその思考過程もお見せします思考過程が分かるってことは解けるってことですよねぜひできる方の思考過程をトレースしてまず真似から入っていいんですよ論文っていうのは真似から入って書けるようになるそういうことになりますあとね答案構成っていうのを普通はやります論文を書くときでも 講師に、ね、よく問題文の良しで答案構成をしてきてくださいって言われるんだけど正直やり方分かんないですね答案構成ってどういうものかも分かんないかもしれないその答案構成のやり方とか方法とかそういったものもお伝えしますであと論文の書き方も伝えますで論文の書き方 <laughs> これねすっごい昔の司法試験はそもそも論文の回答例すらなかった時代もありましたもちろん秘伝の回答例みたいなのあったんですけど それを何とか自分で考えていく時代もあってちょっと時代がよくなると解答例は出てくるで解答例を読んで自分でどういうふうに書くんだろうか試行錯誤する時代がありましたでも今すっごい良い時代解答例もあれば講師もいるなので講師が直接書き方を教えてくれる時代ですで書き方っていうのはいろんなパターンもあってこれが絶対正解だっていうものはありませんただいくつかの中から自分の合う方を見つけていける えー、それがです、ね、いい勉強法になりますこの論文の書き方もマスターすることができますさらに論点の確認を通し,て通して入門講座の復習にもなるこれね、まあ、あらゆる勉強で2つのパターンがあるんですよまず教科書でインプットしてから問題集を解くやり方いきなり問題集に入るやり方大体2つあると思いますでこれもどちらも一長一短なんですけど司法試験の場合はある程度勉強しないと問題に何書いてるかわからない でも逆に言うと問題に何書いてるか分かるレベルぐらいまで勉強すればあとは問題集からインプットしていくって感じもありますね問題解いて覚えていくまさにそれです問題解いて覚えていくことができるで論点の確認を通じて入門講座の復習にもなるし論文の問題を検討することで法律の理解が立体的になり担当の点数も上がりますあの担当ばっかりやってのも担当点数に伸,伸び悩んでる方 ぜひ論文の勉強してください。そのほうが理解深まります。で、あと、この問題集を中心に学習する合格者の方もいます。あのね、私の教え子の中にも合格答案作成講座の問題集をずっとね、持ち歩いて、こればっかりやってましたって人います。もちろんこればっかりじゃ受からないんだけど、中心の学習ツールになります。で、問題集のほかに定義集、論証集もついています。で、定義集っていうのは、こんなものがありまして、ペラってめくると、例えばね、 法律行為の定義、意思表示の定義、こういうのがあります。で、私の講義ではそんなに使わないんですけど、まあ、ご自身の独学用に、これ便利です。あの、よくわからない定義を確認したいとか、これペラペラって見ていけばいいので、結構便利ですね。あと論証集。論証っていうのは、論文のパーツになるものをパッケージでまとめたものです。えー、例えばですね、ちょっと見ていきましょう。 21ページ代理でこんなのがありますね委任契約が取り消された場合代理人に授与されていた代理権も消滅するかこれそもそも代理権授与が契約なのか単独行為なのか、まあ、そういった論点とも合わさって結構難しいんですけどこういうふうにコンパクトにまとめたのが論証。代理権授与行為は委任契約とは別個独立の無名契約であるが委任契約を取り消した者が代理権授与行為のみ代理人に残存させる意思を有しているとは通常考えられない。 そうだとすれば委任契約が取り消された場合には受験行為も訴求的に証明すると返せるのが当事者の合理的意思に合致するので委任契約が取り消されれば代理権も訴求的に証明する。でこれ一言一句覚える必要はないんですけどやっぱり論証というパーツを覚えてないと論文を書けませんよね。でこの論証書もついています私の講義ではこの論証書をガチガチ扱うことはしません。 あの入門講座でも私は論証ついていましたのでただ私の入門講座出身じゃない方も受けていただけるように論証集はつけてますこれはどっちかというとご自身の予習用復習用に使ってくださいいいでしょうかでこの合格答案作成講座の目標到達目標ですねあらゆる講座は到達目標がありますでその到達目標をお話し上で私の分類なんですけど論文試験の3つのレベルというお話をさせていただきます あのまあ予備試験司法試験ロースクール入試そういう業界で論文試験っていうのは大きく分けて3つのレベルに分けられますレベル1は論証を吐き出せばできるレベルの問題さっきのね論証を何とか覚えてあとは条文とかね法律の基礎的なことができてれば何とか書けるレベルでこれがレベル 1A と 1B に分けられます 1>, 1 a は文字通り吐き出して簡単な当てはめをすれば良い問題で、法学部の定期試験や浪入試によく出るパターンです。で、1b はそれよりレベルが高くて論証の吐き出しがメインだが、未知の論点が出ることもある。また、論点が複数なこともあって、当てはめは簡単です。これ、旧司法試験は難関浪入試に出ます。えっと 1a と 1b はま論点の複雑さとか未知の問題が出るかどうか、そういった違いはあるんだけど、当てはめが簡単だということは共通するのでレベル1です。 ここで実はね司法試験ってレベル3なんですけど今の司法試験こういう人いますいや竹山何言ってんのと昔の司法試験の方が合格率が低かったんだ問題が難しかったんだはいこれは間違い何が間違いかというと合格率低くが正しい問題が難しいは間違い問題は司法試験の方が難しいです新司法試験の方が特に新司法試験初期の方が問題自体は難しいただ旧司法試験は問題はまあ難しいのもありますよ そこまで難しくないんだけど到達目標が高いんですよ六十分でかなりの作品みたいな論文を仕上げなきゃいけないという意味で難しいだから問題自体の難易度は今の司法試験新司法試験って言うんですけどそっちの方が難しいと思ってくださいはい、レベル二。これ事例が長いです で論書を吐き出しだけではなく事案の分析事実の評価当てはめも要求される未知の論点が出ることもあるこれが予備試験の論文ですでレベル3はレベル2の事例がさらに複雑化した新司法試験の論文問題自体はこっちの方が難しいもちろん合格率は旧司法試験の方が低かったですでこの合格等の作成講座はレベル1と2をマスターする講座レベル3の基礎になりますなので予備試験合格目指される方 ロースクールの奇修者入試合格目指される方には最適な講座ですあとね新司法試験受けるんだけど司法試験受けるんだけど基礎がちょっとなーっていう方にもおすすめの講座このレベルのレベル1レベル2を基礎固めしとかないとレベル3の問題書けませんのでぜひそういう方もチャレンジしていただきたい講座ですじゃあこの講座を受けるための要求されるレベル入門講座終了程度です <laughs> ただし 入門講座の内容を完璧に理解できている必要はありませんでむしろ論文の問題検討を通じて理解できていない覚えきれていない論点を学ぶという目標もありますでもちろんレックの入門講座を受けた方はね受講科なんですけど別に他の予備校でもいいですよ他の予備校の講座を受けていて論文の書き方をちゃんと学びたい是非受けてくださいあと独学でインプット勉強した人も受講科むしろ論文の書き方はしっかり学んだ方が良い,い,い,いただ、ねまあ、どの勉強法でも 一通り民法なら民法を一通りやったことがあの受講条件です。時効、一通りやってない方はまず民法一通りやってください。それじゃないと何やってるかわからないんで、この講座はね。そういう意味で REC では2年目の講座と位置づけていますで。受講生の予習としては問題を解いてきてください。ただ、解くは書かないでいいです。書いたら結構時間かかるの、ね、で、答案構成まででいいです。 で答案構成何やればいいののは初回の講義でお教えしますあとこれプラス大体ね、えー、問題解いてくると分かるんですよ。あこの分野が出てるんだって分かるんだけど、えー、理解不十分な論点の確認これはしておいていただきたいです。 で予習をしてくる問題の答案構成をして理解不十分な論点の確認をしていただくと、えー、講義に来てください6歩絶対持ってきてくださいね6歩は使いますよで私のクラス以外のね、えー、受講する場合はその先生の指示に従ってくださいただまあこの講座の魅力自体はね同じだと思いますで実際に講義で何をやるかっていうのは別動画で 模擬講義がありますのでぜひ受けてください模擬講義は旧司法試験の民法の平成2年の問題を実際に使ってえ答案構成と私の講師答案をお示しします一問マスターできますからねぜひ聞いてくださいよでじゃあ講義聞きましたその後復習どうすればいいか復習の仕方分からなかった論点とは復習してくださいそしてねこれ結構重要なんだけど回答例を読んで合格答案のイメージを作るあの司法試験 書き方を教えますでもやっぱり習うより慣れろ的な部分もあるんですよで答案を読んでいい答案を読んでこんな感じの答案を書ければいいってイメージを膨らませることこれも重要なんでぜひやってください。でもう一回忘れた頃まあ大体23か月後でしょうかにもう一度問題を解いて、えー、理解を完璧にしていくこういった復習をしてください。でね、中には たまに論文書いた方がいいです。まあ、予備試験の過去問がいいでしょうね。予備試験の過去問なんかを実際に書いてみてえ復習をしていくと、もっとね、力が伸びると思います。で、この合格答案作成講座を受けていただいた上で、トーレンっていって、実際に自分で書いて添削を受ける講座なんかやっていただくと、さらに論文の力が伸びます。本当にね、司法試験、予備試験、あるいは浪入試で論文が勝負なんですよ。で、その中心となる講座がこの合格答案作成講座。ぜひ これね、受講してみてください。迷われてる方は、ぜひ模擬講義を聞いてください。えー、それでは、模擬講義編でまたお会いしましょう、えー。合格答案作成講座のその魅力と活用法、えー、これにて終了いたします。お疲れ様でした。